コンフュージョン山脈はアメリカ合衆国ユタ州の中西部を南北に走る山脈。西はスネーク峡谷、東はトゥーレ峡谷、北はグレートソルトレイク砂漠、南はファーガソン砂漠に囲まれている。また、南側ではバーバンクヒルズやマウンテンホームレンジ、ワーワー山脈と合流する。また、コンフュージョン山脈の中央部から西側には コンガー山脈が分岐している。山脈の名は、その、厳しく孤立した、混乱する地形に由来する。山脈の頂上は、コンガー山、北緯39度14分00秒、整形113度42分03秒、北緯39.23328度、整形113.700817度。 39.23328-113.700817、標高7713フィートとキングトップ、北緯38度54分36秒整形113度31分47秒、北緯38.91000度整形113.529666度、38.91000-113.529666、 標高8350フィートである。地質学的には、形の崩れたシルルキからペルムキの石灰岩、クハイ,イは血岩からなる。コンフュージョン山脈へ入るには、大きく3つのルートがある。カウボーイ峠に近い、コンフュージョン山脈西側の積雪したウィロースプリングス、キャニオン丘陵地帯。ありがとうございます。